本日は実りのある旅となりましたでしょうか。あと5分ほどで終点の仙台に到着いたします。1番線に着きます。お出口は右側です。お忘れ物をなさいませんようお支度をしてお待ちください。それでは最後に私車掌からご挨拶をさせていただきます。リゾート緑号は2008年9月上野駅にて初めて皆様の前にお披露目され、10月から運行を開始しました。仙台新庄間の運転だけではなく、石巻線や陸羽西線、磐越西線、時にはクルーズ船、アスカ2のアクセス列車として仙台臨海鉄道線へ乗り入れるなど、多くのお客様にご乗車いただきました。私自身、新庄駅時代よりリゾート緑号に携わり、仙台へ帰郷の際にも離国利用し、車掌として成長した姿を両親や祖母に見てもらったのもリゾート緑号でした。そのため非常に思い入れが強い列車であります。6月のラストランに向け準備を進めておりましたが、新型コロナウイルスの影響で一時はラストランの運行が危ぶまれました。しかし皆様からの応援のおかげで、本日無事にリゾート緑号のラストランを迎えることができました。運行開始から約20万人のお客様にご利用いただき、この3日間も特に本日最終日も地元沿線から本当に多くのお客様が見送りに来てくださいました。改めてリゾート緑号がこんなにも皆様に愛された列車であるのだと実感し、そんな列車に本日乗務できたことを大変誇りに思います。皆様に最後に一つお願いがございます。ここまで長い間走り続けてくれたリゾート緑号を送り出すためにも、皆様から温かい拍手をいただけないでしょうか。これからは快速湯煙号が皆様の旅のお供をしてまいります。引き続きどうぞご愛顧いただきますようお願い申し上げます。本日ご案内いたしました乗務員は小五反行く運転士渡辺、車掌後藤です。デビュー以来リゾート緑号に関わってまいりました全ての方々を代表し厚く御礼申し上げます。ありがとうリゾート緑号へのご乗車、誠にありがとうございました。